おはようございます。ミッキーファームです。今日は2021年の10月の30日です。今日は今から、紅はるかと、鳴門金時の芋掘りをします。今日は助っ人は来てくれてるんで、みんなよろしくね。坂田君、1年ぶりやけどどう？頑張るわ。腰痛いけど。腰痛いんか。腰痛いんか。よっこはどう？今日はバリバリ。バリバリ。なあ。4人やる。あ、4人です。みんなで頼むで。やったんで、やんだら。うん。ほな、よろしく。はい、みんなお疲れ様でした。これね、今ずっとこれ紅はるか、紅はるか掘った人、はい、あ、じゃあここ掘ったん坂田やろ、うん、ここな、ここは坂田チーム。ここどうやった？しんどかったわ。こんな感じですわ。どないですか？どうですか？まあ、小ぶりやけど、これなんかめっちゃついてるね。こんな感じでなあ、それ数多いな。これすごいよ、これとか、うんうん、この辺もね、うん、結構重労働でした。これ坂田の方は鶴返しありの方やけど、こっちの鶴返しなしの方との検証ですけど、形が全然違うな。鶴返しなしチームを、これ鶴返しなしは結構こういう丸い丸い形のやつが、チーム横山さん、はい、はい、チーム横山さん、どう？みんな楽しかった、楽しかった。もっと大きいの、ほんま大きいの、大きいの。この辺、この辺、この辺の大きいの。これ大きいな、これな。はい、みんな持って。それ小さい。これ一といて。はい、それとは。あ、おっと。はい、みんな、はい、芋掘りの感想どうでした？楽しかった、楽しかったな。ほんま？しんどかったんじゃん。俺はしんどかった。楽しかった、楽しかった、楽しかった。ほんま？まだほな、来年も芋掘りに来る？おう。おう。やらされてる感出とうな。まあまあ、ご苦労様でした、ほんま、はい、助かりました、はい、よく取れました。なあ、で、あと鳴門金時がこれちょっと20株植えたけど少なかったな。株で言うたらこれ、え、5株ぐらい、え、何株ぐらいやったっけこれ。5株なあ、5株ぐらいやから、やっぱりこっちも前のシルクスイートと一緒でちょっと鶴が植える前に腐りかけとったから活着しなかったみたいですね。まあでもできてるやつ、これなんかまあまあでかいもんな、うん、まあこれで今からちょっとまたしばらく天日干ししてから持って帰ろうと思います。はい、そしたら今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方お願いします。お願いします言うてんか。ツイッターも登録してや。フェイスブックもやで。お願いします、お願いします。それではいってらっしゃい。